こんにちは。まあ、俺ら一番ね、成績が悪かったやつが罰ゲームということで、はい、まあ、菊池さん君に決まったわけですよ。いやよかった急にめっちゃ雨降ってきたけど、まあ、今日は31日間頑張った君たちのために全部おごるわ俺が。本当？そう、チケットとかも全部買ってあるんで。あ、マジで今日じゃあ何も。しかもお前らが買ってくれた誕生日の帽子とこの財布。あ、雨降って。で、まあ、今は、まあ、パーキングエリアの海ほたるっていう場所にいるんですけど、まあ、ここからね、もうちょっと行ったら水族館に着くので、今日はそこで、まあ、水族館ただ楽しむだけではなく、キューちゃんには、ね、1個とんでもない罰ゲームやってほしいと思ってるんで。いや、俺たちも知らないから。覚悟してる吸血鬼見てください。皆さん、この海を背景にクレープをむさぼりこっている犯罪者を。最初だね、この東京アクアライン、もうこの車乗るのちなみに皆さん最後ですよ。え、もう俺たちをずっと運んでくれた、俺が学生時代からこの車、ゴーイングメリーゴーとおさらばってこと。そう、ゴーイングメリーゴーね、次30号に進化する。俺はこの車がいい。はい、着きました。それでは、長かったね。3時間ぐらい割とかかってしまったんですけど、みんなまだ元気ですか？お、元気そうだね。館内はちゃんとマスクつけていかないといけないので、今日はもう完全に全員マスクモード、不審者集団で行こうと思うので、1回ショーの時間まで2時間ぐらいあるから、まあ、まずは、まあ、周りをね、回りながらやっていきましょうか。はい。感情の価値観を、水族館はつまらないという価値観を今日変えてあげるわ。個人的に最近暑いんですよ、僕。誰もいないよ。見つけた。まさか。すごいよ、これ水生昆虫なのに。あ、サワガニとかが、ね、こうやって綺麗な場所で展示されてるのがいいんですよ。大丈夫、淡水ゾーンに興味なさすぎ。おい、待って待って待って。何それ。なんかいっぱい張り付いてる。ハリシですね。あ、すげえ、タコ泳いでるじゃん。珍しい、こんなちゃんと泳いでるの。確保してるじゃん。ハンダ、さっきたこ焼きのタコだけほじくり返してたからな、信じられねえ。あ、イカちっちゃい。スプラトゥーンじゃん。え、ちっちゃ、これ赤ちゃんじゃない？目で見るとめっちゃちっちゃいんですよ、これ。これぐらいだね。まるで親子のように。あ、でもめっちゃいいじゃん。歩いてるかな。これ飛ぶやつだっけ。これ飛ぶやつ。これよく見るやつだ。そう、スイミーだよ、スイミー。こいつら貝、カサゴじゃない。あ、カカナじゃん。そう。あ、こういう場所いいですね。これは日本イシガメです。カメかわいい。気持ち悪いこれ。あ、見た。ゲンゴロウモドキ。シャープゲンゴロウモドキ。なんか生きるのね、必死って感じ。もがいてる感じします。泳いでる感じじゃない、もがいてる。向こうに、あ、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。ほらほらほら。本当だ、泳いでる。何これ。こんな固まり方ある。すげえ。イモリだ。あ、ここやばいよ。戦技的な巨人、壁の巨人みたいなやつ。やば。かっこいいね、あれ。あ、ほー、これ俺のね、好きな魚なんだよ、このから。美味しそうだね。わかります？この下にさ、いっぱい転がってるさ、足が生えてる虫みたいなやつでさ。何？これ羽開くんだよ。開かないかな。悪い。ほらほらほら、見て見て見て。綺麗。飛ぶんだよ。綺麗でしょ。いや、ほんとに穴と穴に低い、この岩のさ、細かい穴とかに。俺、めっちゃ上にいるんだ。賢いな、このカニ。あれ、サワガニじゃない？サワガニ、お前深海だぞ。じゃあ見て。エイリアンみたいなのがいるよ。あ、これ生き物？どこで生き物？何これ？おい、カフェ、お前マジ？お前の大好きなコブダイ来たぞ。本物あれ？ウツボ泳いでほしいな。コブダイすごい。コブダイかわいい。こいつ西行こうとしてる。バカだこいつ。西行くって入ったぞ。バカだこいつ。バカだこいつ。食べてる。バカすぎだろ。大人気じゃん、お前。カフェに大人気じゃん。疲れちまった。アラビは？何？白いよ。アラビのエイ来た。ほら、繁盛。これアルビノ。へぇ、すごいね。怖くないこれ。うわ、ここのマンボウこんなでかかったか。そうかそうかそうか。まだ生きてるんですね。マンボウ初めて見たかな。注意しちゃえよ、ハンジョ。いいんですか。注意しちゃえよ。いいんだって。マンボウ注意してる。注意しょ。もうでもキューちゃんとかカフェがだいぶクラゲも見慣れてきたんじゃない。かっこいい。クラゲつまらん。ほら、このクラゲとかいい感じだね。あ、確かに。さっきより全然可愛いもん。動きが激しいね。もしかして2人とも飽きた？見てほら、下。お、すげえ。これで遊んでる。これで遊んでるね。無邪気かよ。こういうね、もう普通の通路にも人々を飽きさせない。これすごいわ。あ、これ食べちゃダメだよ。ダメ？え、メダカ見えないんだけど。ちょっとほら、ほら。あ、ちっちゃ。めっちゃちっちゃいね。かわいいでしょ。
カメラ上だと、あー、じゃっきり映ってるぐらいかな。セイクジやろうぜ。 いらん、一等でもいらんもん。チーン一等でも。いや、なんか待って、ハンジもチーンつけた、お前。いやもともとだってほらマンボウカステラ誰も言いませんか。美味しいんですか。なんか甘いの食べたい。はい、来ました、オーシャンレストラン。めっちゃいい席取ってもらえた。で、まあ、時間の関係上ね、先ほど来てるんですけど、キヨさん初めてのシャチご覧ください。ここからなんと見えます。やばっ、これね、2匹いるの。シャチが見れるレストランは世界でここだけ。4匹いる。おかしいね。ハンジョさんは僕のお金でその2200円もするねステーキを安いなとか言いながら買って、なんかしかも今文句言ってるんですけど、今日ハンジョ俺が買ってやった肉寿司おにぎりもまじいとか言って途中で食うのやめたからな。クレープもあれですけど、これでしょ。ねえ、ほら美味しそう、美味しそう。普通にこれ見て、一回食ってみなって、せめて。お、来ましたね、向こうも。どうすか、まずいわけないでしょ、2200円で。うめぇ。うまた。もうこのほぼ貸し切りのようなイルカスタジアム。まあもうね、ショー終わっちゃったんで、マジで誰も人いないんですけど。いや、飛んでる、飛んだぜ、向かいは。うわ、すげぇ、イルカってすげぇぞ、お前。楽しくなってきた、もしかして。おっ、すげぇ、すげぇ、うわっ。繁盛を祝福してくれてるかのようだな、まるで。そうでしょ、ここ俺のね、割と推しポイント、トロピカルアイランド。いろんなエリアがあるんですよね、こうやって色がエメラルドやん。でしょ、カメかわいいでしょ。ここのカメがまたいいんですわ。あ、ほら、来たカフェ。ダッシュファイター、コブダイのお前の大好きな水槽。こう見るとだいぶでかいよ。すごいね、これ乗っちゃダメなんだろうね。これだっていいですよ。いいよ。ダメダメダメ。あ、これいいね、ゲームセンター。7色だ、エモい。スーパーマリオサンシャインを思い出すね。でかいね、このステージしっかりしてますね。そう、可愛くて草。これなんだろうね、アルビノか、これも。サメの。こんなでかいサメ。これ。こいつなんだっけ。さすがにお前もうね、何回も静岡行ってるからね。俺わかるよ。カサゴ。惜しい。ミノカサゴだ。敷き詰めればいいってもんじゃなくて。これさ、イソギンチャクと一緒に住むんじゃないの。そうなんだけど、なんかここの熊の実はね、数の暴力するんだよ。これ可愛いでしょ、花魁用でしょ。やっぱこれ糸みたい。尻尾がね、いいですよ。めっちゃ可愛い。はい、ここからね、怪獣コーナー。うわー、全然干からびてる。アザラシ可愛いでしょ。可愛い、なんか犬みたいな表情が。足跡とかもね、若干犬っぽさあるんだけど、いや、ここのね、下に最強に可愛いアザラシいるから。ここにいるの。ここにいる、ここにいる。多分、班長これいるよ。見てあれ、死ぬぐらいです、多分。もう、自分が水面に顔使ってること気づかずに。息できないの。あー、めちゃくちゃでかい水中いたんだけどね、もういなくなっちゃったか。おー、投げんのうまっ。コントロールもね、エイムがいいね。おぉ、おぉ、めっちゃ下のやつが欲しがってる。かわいそう、なんか。てか俺あれなんだわ、一人で前あそこのホテルに泊まった、ここの旅館。へぇ、寂しい。いいんだよそれが。シレットペンギンがね、いますよと。暑くないのかな。おっと、ミーハー来た。ペンギンを急に取り始める。ほら、ペンギンいるよ、ペンギン。あれ、髪入ってるやつじゃん。キワトペンギン、そんな名前なの。でも違うよ、キングペンギン。え、なんかペンギンっぽくないよ。なんかね、飛びそう。さあ、これです、世界で一番可愛いアザラシこと、ワンオンアザラシ。少なくとも俺はここでしか見たことない。可愛いね。お、お、お。ほらほら、来たよ。お、お、あ、ほら、え、ちょっと回ってた。半回転したね。カフェがさっき言ってた岩飛びペンギンっていうのはこれです。さっき何だっけ。さっき何だっけ。鳥。ミーハーに起きた、ミーハーに起きた。お前らペンギンが好きだったのか。なんだ、人が映ってんだよ。え、これトド。あの、さっき見られた、ほら。うわ、うわ、荒波が出る。あー、やっぱトド凛々しいね。似てない。あ、来た。あ、すげえ、バカちゃんいい子だ。ちっちゃいね。あ、ついてきてるね。ちっちゃ、え、ちっさ。かわいい。構えるから赤ちゃんかわいいんですよ。もう、べったりだね。ね。ほら、けど見てこの幻想的な世界。白イルカ。めっちゃあるね。で、けどここね、なんと、探してください。あ、来ました。え、なんこれ。これ、世界最初のイルカです。かわいい。ちょっと大人になった名前のネズミイルカって呼んで。子供。あー、白イルカ。いじめられて。見て。
ペリカンの軍団がこっちに向かってきてるよ。うわ、でかくね。あいつらも社長に来るんだ。今回吸血鬼さんには僕ら割と後ろの方で傍観しながら見てるんで、一番ね最前列でちょっと見てもらおうかと。これやばいよ。よかったね、ポップコーンまだ売ってて。最後の1個だったらしい。あ、これ最後の1個なの。そう、ラストワンショーじゃん。でちなみにQちゃんがどこ行ったかというと、はい、最前列見てください。こちらを見ております。久しぶりに健康で、いつも引きこもってゲームしてるだけだったからさ。ハンジョ燃えちゃうよ。ハンジョ燃えちゃう。無惨そうだからちょっと直射日光をもろに受けて。すごいね。帰りこれ車乗せれないよ、悪いけど。はい、ショップに行きました。ハンジョ、俺お前に買ってあげたいものがあったんだよ。何？シャチサンダル。お前と一緒？そう、俺これねずっと履いてるんですよ、ここに前行った時から。ここで買ったんだ。うん、ここで買った。え、これ欲しい。これまあでももらっとく。買ってあげるよ。マジで？うん。 MK、 俺 T シャツも欲しい。T シャツはいらないだろ。まあでもよく見ると MK、 オサロで T シャツ可愛いでしょ。なんか一人一個買ってあげるって言ったら7個か8個ぐらいある。誰がそんな買ってるんですか。5万溶けたわ、今日だけで。すでにチケット代込みですか。チケット代よりもそのハンジョーが持ってるやつが高い。めっちゃ買ってますね。ちなみにキューちゃんね、シャチのショー本当はなんか夏のウォータースプラッシュキャンペーンみたいなのが毎日やってるんですけど、今回それなかったんで。え、本来はこれの10倍ひどいです。ということで、なんとか回れてね、みんなくちゃくちゃになってるわけなんですけど、実は今回これだけで終わりじゃなくて、後半ね、なんと室内遊園地ジョイポリスを貸し切ってみた。ハンジョー君が貸し切ってくれたんですよ。僕がお金払いました。それでね、まあ、その今回2本立てということで、まあ、後半楽しんでくれればいいと思います。じゃあそれでは、はい、バイ。はい、それではね、まあ、今から隠れようと思うんですけど、まあ、今回ただ隠れるだけでつまんないなと思ったんで、はい、まあ、とりあえず後ろ見てください。ここにカフェとキューちゃんの顔のマナビをいっぱい設置しといて、まあ、これ目くらましですね。ここにいけるそこら中にいるんで、そういうのを
まあ、これも彼と勘違いさせつつジェットコースターに乗ろうかなと俺だから楽しむ、まあ、100バレるんだけど、こんな貸し切り状態でジェットコースターなんて乗ったらハンドならいけるんじゃないかと。ただジェットコースターって1回回ったら終わりじゃん。まあそうだね。何回も回ってきた今日見つかるまでジェットコースター降りません。マジすげえそれやば。だからあえてサイレントジェットコースターしよう。まあ、真顔で静かにここに行くときだから、まあ、確かにそう、まあ、ちょっとそれ警戒しつつ、はい、ということでじゃあジェットコースター行きましょうか。僕鬼なんで2階と3階に隠れてみたいなんで探していきたいと思います。いやこんなことないか。これ俺探す能力ねえからきついぞ。イエー一人です。こっちジェットコースターの中を映すってなかなか新しいよね。うわすげえ。これすごいな。テント上がった。イエーイ。ソニックだ。ソニックちゃん。普通シンプルに楽しい。この裏でしょ。もうこれで分かったわ。こういうとこにいるのよ、大体。ね、ね。いるぞ。上がってる。まだマシだ、まだマシだ。まだマシだよ。いや、これこの瞬間怖いんだよな。ほんまびっくりした、びっくりした。え？こんな顔絶対なし。本当にって？今度はマジ最大限はしゃぐぞお前ら。マジ毎回これ MK に聞こえるんだって。見てください、もう僕のこのかわいそうなガムテープまみれのキューちゃんも逆に繁盛をこっちからもう見つけてるか。いません、いません。どこにも姿が見当たらない。1階にはいないじゃない。1階にはいないか。ヒントはなんか話してよ。みんな携帯見てよ。なんか声聞こえたの今。3階って言って今のうちに2階に上がるのどう。あ、来た。3階行ってよ。ダメ。3階行ってるみたい。ハンジョエスカレーターに大丈夫。やばいと思うけどな、ここはもうちょっとだと思うんだよ。いや、すいません、いないんですよ。バレてないし見つけられないのか。最後かな。3回絶対いるんで、もうここ絶対探します。しらみつぶしに。マナティの前で写真撮っておくよ。ちょっと待って、こんな写真が送られてきた。舐めてるこいつ。魚どうだ。魚発注して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 魚。おいふざけんなよお前ら。待て。まだいる、まだいる。まだ上にいます。サワラって2階じゃね。おい2階嘘ついてんじゃねえか。どうだ。おふざけんなあいつ。今見えた。それではね、皆さんお疲れ様でした。とこのね、レインボーブリッジはもう消えてしまったんですけどさすがにね、ロマンティックな背景を最高だな。今回はね、僕のチャンネルのために、まあ、わざわざ3人がね
忙しい中、時間をかけてくれて、毎日毎日。楽しかったっすよ。俺もね、ちょっと最近実況一人でやってるの鬱だったから、すごいいい気晴らしになったわ。いいメッシュに。マジで。よかったよかった。編集とかいつもと違って、やっぱ8時間ぐらいかかるんだけど、1本。多いっすね。いつも10分で終わるのが、まあでも編集してる時も楽しかったから。あ、本当に。だからちょっと自分的にはまあいい期間、いい夏休みになったんじゃないかなと。よかったです。俺は泣きやいきますげー。寂しいじゃん、泣けよ。絶対やめキューちゃんはもう俺のチャンネルのためだけに、俺は顔出してくれって顔出させたんだけど。いやもうみんなには本当ね、力を出してもらってるから。でも、キューちゃんなんか怖くてコメント見れないって言ってたんですけど、マジで俺全部、一個一個ね、ハート打ってたんで、8月。マジで、イケメンかわいい、キューちゃん結婚してみたいな。キューちゃんの鼻かんだティッシュ吸いたいみたいな。いや、やばい、それは絶対。俺だけあれだぞ、繁盛以外好きになった。見るたびにだんだん嫌いになる。嫌われるために31日しかお前のこと見るたびに繁盛以外が好きになってるとかです。いや、またお願いしたいですよね、これからも。なんで、ぜひ、ぜひまた。嫌われていきますよ。毎日は投稿できないけど、まあ今やまで週1とか毎9に何回か女の子の誰かとやったり、まあね、この4人で集まってやったりすると思うので、その時はよろしくお願いします。お願いします。それでは次夏休みになったので、皆さん明日から学校か仕事か分からんけど、はい、頑張ってください。お疲れ。私の心は夏模様。